イラストレーテド・ロンドンニュースに掲載された、ファローフ間の肖像、1857年。イギリスの地図に描かれた1808年当時の、ペルシア。1813年のコレスターン条約によって、北方の領土をロシア帝国に奪われる前、また、1857年のパリ条約によって、ヘラートをイギリスに奪われる前の状況を示している。 1857年のパリ条約は、イギリスペルシア戦争の対立の終結を定めた条約。ガージャール・朝ペルシア側交渉責任者は、大使・ファロー・フカンであった。双方は、1857年3月4日に、平和条約に調印した。この条約において、ペルシア側は、ヘラートからの撤退に同意し、代表団の帰国後に、 現地駐在のイギリス大使に対して謝罪することや通商条約を締結することにも同意した。イギリス側はシャアに反抗する者たちを大使館内に保護しないことに同意し、当初求めていた首相の交代要求は取り下げ、またイギリスに味方したマスカットのイマームに疎開を設けさせるという要求も取り下げた。また、ペルシアは 将来アフガニスタンと紛争が生じた場合はイギリスに調停を求めることに同意したが、これはペルシアがかつて併合していたアフガニスタンの独立を承認したものとされた。ありがとうございます。